こんにちは。APH グループの桜井です。ジャストピアハウスの古田です。古田さん、今回はどんなお家ですか？はい、今回なんですけども、非常に珍しく、キッチンが中心、キッチンが主役の、はい、回遊動線の間取りになってます。一般的にはキッチン、ダイニング、リビングという並びだと思いますけども、うん、それがまあ中心にあるということで、そのところをちょっと見どころに、はい、楽しみにしていただければと思いますけども。楽しみです。はい。はい、じゃあまず今回お家がジャストピハウスが展開するスタイルの中でもロックスタイルということで、ポイントどんなところですか？はい、ロックスタイルというのが、スタイリッシュなデザイン、装飾を省いてシンプルにかっこよくというところを得意にしたスタイルですので、そういったスタイルで今回はまとめ上げています。はい、で早速見えてますけども、外観もスタイリッシュで南北に奥に奥行きがあるような建物ですね。そうですね、今回北側のファザードを持って、窓をですね一つに絞って、色味も先ほどのように、まあ、装飾を省いてといいますかシンプルにまとめてます。そして敷地大きさどれくらいでしょうか？はい、はい、敷地が約60坪、建物が34坪となりまして、はい、駐車スペース基本は2台、まあ、詰めていただければ4台 と、お庭スペースとなっています。はい、この木と石積みもアクセントになってますよね。そうですね、はい、今回やはり顔になりますので、そこにワンアクセントというところでナチュラルなテイストも自然石とそれから植栽ですね、はい、大切に入れてます。はい、じゃあ早速中に行きましょうか。はい、はい、ではどうぞ。行ってきます。玄関入ってきましたけども、白で統一されておしゃれな玄関ですね。そうですね、後からグリーンなんか入れていただいてもいいように、はい、シンプルにまとめ上げています。はい、そしてこの土間続きで、そちらが収納ですね。そうですね、今回は通常の玄関収納とは別に、はい、収納を持っていまして、はい、こちらにハンガーパイプついてますので、トップスですとかアウターですね、冬の時期になるとより必要になると思いますけど、そういったものをかけていただいたり、半分土間ですので雪かきですとか、そのまま上に上げたくないものも収納ができるようになっています。はい、雨濡れた上着とか雪かぶってしまった上着とか、はい、中に持ち込みたくないものそのままかけられますよね。鋭いです。その通りですね、全て床ですと傷めてしまいますので、そういった意味でもハーフにしています。はい、そして奥も扉ありますね。はい、そうですね、こちら開けていただくと、さらに奥に収納がついてますので、こちらがパントリースペースにもなってるんですけども、はい、こちらもう一度ちょっと後ほど出てきますので、そちらで詳細お話しさせてください。はい、お願いします。はい、では中の方にご案内いたしますね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。LDK 奥行きがありますね。そうなんです、これが縦並びになっていまして、今非常にこう広がりを感じるようになっているかと思います。はい、で今回が今目の前にダイニング、はい、それからその横にあるのがキッチンですね。はい、あ、これが主役のキッチンですね。はい、そして奥にリビングがあるという形をとっています。縦長に横に並んでる感じですね。そうですね、まさにキッチンが中心で、はい、食べるところ、くつろぐところ、はい、それぞれにアクセス、それ以外のところにもこれからお伝えしていくんですが、アクセスよくというような間取りになっています。じゃあこのダイニング裏がまた、ここはカウンター作ってありますね。はい、でこちらが、今ダイニングで使っている椅子を返していただくと、はい、あ、なるほど、ワークスペースにそのまま使えるんですね。ままロスがないんですね、家具に。はい、すぐに切り替えができますし、はいはい、であとはこちらが可動棚になってまして、はい、これ皆さんご存知のように動かせるんですけども、はい、これ2枚とも外しまえばこちらにも椅子を置けるようなスペースになるので、なるほど、はい、ご家族様の、状況ですとか、あとはそのタイミングによってもう少し机を広げたければ、お子さんの人数によっては可動棚をずらしてということもできるようにしています。はい、はい、そしてこの、はい、後ろなんですけども、はい、扉がついてました。はい、ありますね。はい、こちらが先ほど玄関で触れたパントリーにつながってくるんですね。なるほど、玄関につながってるんですね。そうです、なので帰ってきていただいて、例えばそのまま、はい、パントリーの方に上がってきていただいて収納してキッチンに戻るということも可能です。お買い物の後の動線がすごく便利ですね。そうですね、非常に荷物は重くなると思いますので、はい、そういうところも考慮しながらになっています。でかつ奥に少し空いたスペースがあるんですけれども、はい、ここなんですか？はい、こちらが今やはり掃除機もスタンド型を使われる方が多いので、なるほど、そういったものを置いていただくようなということを想定して、はい、コンセントをつけた収納を用意しています。扉ついてるので、お客様いらっしゃった時とかすぐに隠せるっていうのが、これもいいですね。はい、そうですね、扉で仕切るというのも重要なポイントかなと思います。ではさらに奥の方に回っていきますね。はい、直線でつながってる動線ですよね。はい、はい、これがまさに回遊でロスのないというところですね。はい、
でキッチン来ましたけども、カウンタースタイルで見渡しがすごくいいですね。はい、くつろぐ方がやっぱ見えて、はい、食べるところも近くてなんですけども、はい、こうやはり、キッチンでやっぱプライバシーっていう言い方あえてしますけど、はい、というのもすごく重要な部分でして、はい、手元を隠せるというところも非常に重要だと考えています。それ大事ですよね。どうしても調味料だったりとか生活感が絶対に出てしまうので。そうなんですよ、はい、調味料もそうですけど、例えば食洗機があるとはいえ、例えばちょっとしたコップですとか物とかは、うん、こういったところにこう乾かすように置いておきたいと思うんですね、うん、はい、そういったものもオープンだとちょっとこう気持ち的にざわついてしまいますし、はいはい、というので、程よい、まあ、目線隠しといいますか、うん、やっぱ入ってきた時に手元が見えない壁があるですとか、はい、それぞれからやはり手元を少し隠れるというところもすごく重要かなというところで立ち合いを作っています。なるほどです。でしかもこのダイニングとリビングの空間がやんわりとこう分けられているような、その空間の区切り方もいいですよね。はい、でこれはあのダイニングとリビングつなげる間取りも多くて、これはいいことなんですけども、さ例えばですが最近やはりテレビを見て、まあ、家族との会話が薄れてしまうという場面もあるかと思いますので、うん、あえて子供とのコミュニケーション、ダイニングでのゆっくり過ごす時間と、うん、リビングでみんなで何かを見ながらという時間を分けるっていうところも意図しています。なるほどです。斬新に見えますけども、今のスタイルに合ったような間取りですね。そうですね、はい、はい、では、はい、そのままリビングの、はい、リビングも木目が効いてますね。そうですね、今回あの天井にも木目を入れてますので、はい、そういったところで落ち着きや自然味がありますし、あと、はい、実はカーテンの上部のボックスですね、はい、あの少し珍しいんですが、通常はレールが出てくるんですけども、それを隠すような形で無垢の木の板を張っています。確かに普通レール出てきますよね。そうですね、はい、あの目隠しをしつつ全体としてのこう統一感みたいなものも測っています。そして今回家具もかっこいいですよね。 ありがとうございます、はい、家具も全体的なコーディネートに合わせて、セパレート分けて、はいはい、あの少しゆとりを持って使えるような形をとっています、うん、必ずしもソファ1個ではなくてこういう置き方もいいですね。そうですね、はいはい、実際はねお子さんが使うで、あの親御さんゆっくりされたいってこともあるでしょうから、はい、L 字型というのもいいと思いますし、分けてやるタイプもいいんじゃないかなというふうに思います、はい、そのあたりもお客様に合わせてご提案ができますね。そうですね、はいはい、うちのブランド本音で提案ができるようになっています、はいはい、ちなみにこちらの家具なんですけど、はい、弊社の中でやっている小屋の時間というブランドの中でコーディネート、あとセッティングまでしています。ジャストピアハウスっていうのは建物自体の価格が抑えられている、かつすごくおしゃれなので、家具にお金が割けるっていうのもいいですね。そうですね、お金もお時間も割けるというのも一つメリットになるかなと思います。はい、それではあの折り返し地点になります、はい、そのままぐるっと回遊していきましょう。はい、はい、こちらの回遊ですね。はい、はい、こちらの扉、はい、こちらが水回りになっています。あ、本当だ、いきなり真っ白で雰囲気が変わりますね。こちらで、全て洗面、ランドリー、トイレ、お風呂とまとまっておりますので、はい、ご案内いたします。はい、お願いします。ではまず正面、はい、洗面化粧台になってます。はい、で今扉開けましたけども、あの隠すときお客さんですとか、あのトイレ使うときなんかは閉じてもいいと思いますけども、普段は開けてもう帰ってすぐに手が洗えるようにと、うん、はいはい、あとやはりキッチンからもあの近い距離でそれぞれ行けるというのもポイントですかね。でトイレ出てきてすぐに手を洗うということもできますし、はい、あとはまあランドリーからもそれぞれの位置が近くなっています。はい、はい、ではまあじゃ あのランドリーの方に入っていくんですけども、はいはい、こちらどうぞ。あ、こちら大きさはどのくらいですか。はい、こちらで今 1.5 畳。あ、比較的コンパクトですよね。そうですね、はい、今回は洗面を別にしておりますので、はい、こちら 1.5 畳という形で、ただこのスペースの中にですね、はい、室内物干しのあワイヤータイプのものがついてますので、ワイヤーが出てくるんですね。はい、はい、こちらでまあかけていただいて、あるいは多い時にはですねお風呂の方でも、はい、洗濯が干せるようになってますので、はい、合わせて 3.5 畳、はい、のランドリールームとしてお使いいただくことが可能です。ではそのままお風呂ですね、はいはい、こちらがお風呂メーカーさんどちらになりますか。はい、TOTO さんになります。はい、はい、今回ちょっとこう本物志向といいますか、すっきりと、はい、したかったのでお風呂はあえて白一色でまとめています。そして、毎回になりますけども、はい、ね、もう定番ですね、定番になりますね、はい、開きになりますので、まあ、タオルをかけて外に一歩も出ずに拭けるよと、
はい、あのプチストレスですからね、アパートと違ってずっとお住まいになりますので、はい、濡れないということが非常に重要かと思います、はい、そしてオレードとかと比べてレールとかの掃除楽ですよね、開きと。そうですね、はい、非常に掃除する部分が少なくなっているというのもポイントかなというところになります、はいはい、では水回り以上となります、はいはい、ではそのまま、はい、また回っていきますけれども、はい、こちら、はいはい、少し出幅が、あ、そうですよね、幅ありますね、はい、こちらがハイカウンターを使えるようにということで、はい、こう出幅を出すことで、はい、まあ、子供たちは、ね、リビング で大人は少しこうハイカウンターに、ね、私ちょっと身長低いのあれですけど、ね、使って、はい、ちょっとここでね、はい、まあ、コミュニケーション取ったりですとかいうことも、まあ、ご友人さん来た時にも非常にいいですよね。家事も落ち着いた時間にご夫婦の時間が作れるような場所になってるってことですね。そうですね、はい、でまあ、ぐるっと回ってきて今ここに階段がございますので、この階段についてもやはり家事がすぐにできるように、まあ、行き来ができるようにということで、キッチンから全てがつながっているような形になっています。なるほどですね、リビング階段ってよく言われるやつですね。そうです、はい、必ず帰ってきたらコミュニケーションが取れるというところで、はい、リビング階段も基本的には推奨しています。ワンクッションが作れますよね。そうですね、はい、はい、では2階の方もご案内いたします、はい、ではまず正面どうぞ。あ、明るいサンルームですね。はい、はい、こちらがそうです、サンルームになってまして、はい、まあ、1階で基本的には干せるんですけども、はい、ちょっと物が多い時ですとか、シーズンの切り替わり時期ですが、お布団ですねっていう時はそのままお使いいただけるように2本アイアンハンガーパイプを用意しています。ここでお布団とかもいいんですね。そうなんです、2階そのまま風と光を通せるというところがあります、はい、風の流れがしっかり考えられてるんですね、はいはい、でかつ今桜井さんの後ろ側ですね、はい、こちらに、ね、収納が可動度がついておりますので、はいはい、こちらでプラスの収納、まあ、服のシーズン外のものをここに収納してもらってもいいですし、はい、そういったも活用でもできます。2階で1階目取りに行くのは面倒くさいストック品ですとか、はい、そういったものの収納にも使えるかと思います、はい、壁一面の収納ってやっぱり便利ですよね。そうですね、はい、まあ、本を置いて読書スペースっていう風な使い方もあるのかなと思います。では居室の方に、はい、こちら寝室になってます。ありがとうございます。こちらもまた天井が木目になっていて落ち着いた寝室になってますね。そうですね、1階のリビングと同じクロスを用いて、はい、落ち着きを出しています、はいはい、そして照明は今回ダウンライトにしています、はい、これも雰囲気を出すためというところが一つですね、はいはい、よくシーリングライトって真ん中に大きい照明つくこと多いですけども、すっきりしますね、はい、そうですね、やはりすっきりしますので両方できるんですけども、ダウンライトをおすすめをしています、はい、それから今回のカーテンですけれども、はい、こちらのシェードというものを使ってまして、はい、上に畳んでいくタイプのものですね、まあ、ロールスクリーンとかと同じ畳み方です、はい、だから全体的なやっぱり雰囲気ですが、少しラグジュアリーな感じも考えると、はい、畳まれ感といいますかね、はい、その方がちょっと高級感も出て良いかなということでシェードにしています、はい、布も少し高級感あるような素材ですよね。ありがとうございます。少し光沢のあるタオル地ですねにしておりますので、はい、こちらも少しホテルライクな雰囲気を出すためにこういった素材を選んでいます。はい、そして、ウォークインクローゼットですね、はい、はい、2畳のウォークインクローゼットが付帯しています、はい、扉なしでそのまま繋がる空間ですね、はいはい、ここに関してはもうできるだけスマートに行けるように、はい、扉をなしにしています。そしてこちら両側にパイプが付いてますね。そうですね、ご夫婦で分けて使っていただけるようにというところでインストしています。はい、じゃあこちら寝室にもう一つさっきもちょっと見えてて扉があったんですけども、こちらいいですか。はい、はい、どうぞ開けてみてください。はい、あ、全然雰囲気違いますね。はい、こちらの書斎になってまして、はい、約 1.5 畳のスペースでぐっとこう雰囲気を抑えて、はい、秘密基地的なですね、はい、イメージで作ってみました。そしてこちらの書斎なんですけども、まずはカウンターですね、はい、はい、それから、まあ、充電ですがコンセント類を使えるようにテーブルの上に、はい、雰囲気をも合わせたコンセントを配置しまして、はい、そして、カウンター20センチのカウンターを作ってますので、はい、こういったところに、まあ、仕事道具ですとかあるいは本ですとかそういったものを置いて、そのまま使っていただけるというような空間に仕上げています。では、はい、先ほどのサンルームにまた戻ってきましたけれども、はい、3つ扉ございますが、はい、2つが洋室、まあ、子供部屋の想定と、はい、そしてもう一つは2階のトイレになっています。大事ですよね。大事ですね、はい、では、はい、子供部屋1部屋ご案内いたしますね、はい、
どうぞ。あ、こちら明るいお部屋ですね。はい、窓もねしっかりと取って光も取り入れてますの で、はい、で先ほどの通り玄関と同じくシンプルに仕上げてますので、はい、明るく反射して気持ちがいい空間になってるかなと思います。はい、でここで約 5.5 畳の広さになります。はい、で毎回同じくですけどもクローゼットはなくしてますのでさらにより広く感じるように、はい、でお子さんが例えばこう使わなくなった未来でもこの広い部屋は非常にこう融通を持って使えてくるかなと思います。はい、はい、そして子供部屋もダウンライトにしているんですね。さっきの寝室と同じですね。そうですね、はい、あのすっきりとこちらもすっきりとあの飽きのこない、そしていろんな方が使うことも想定されると思いますので、はい、ダウンライトですっきりとまとめています。こちらも枕元にスイッチがあってこちらも設計されてますね。おっしゃる通りです。こちらも合わせてですね、はい、そして、はい、そのままカーテンですね、はい、カーテンもあの先ほどと同じく、はい、素材合わせ、ただやはり子供部屋になりますので、はい、色味は爽やかなアイボリーにして、はい、全体とのコーディネートと子供部屋というバランスをとっています。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した間取りコーディネートをぜひ参考にしてみてください。この動画気に入っていただいた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムでは事例をたくさん公開しておりますのでぜひそちらもフォローミー。バイバーイ。ありがとうございました。